本日はマヨバカ恒例アイドル討論会を開催。マヨバガールズたちがさまざまなテーマで激アツ討論を繰り広げます。最後までお見逃しなく。マヨバカ始まりました。さあ、今週はですね、こういった形で、番組を行いたいと思います。よろしくお願いします。そんなかしこまった感じあ、違います、これ朝まで討論会みたいな。違います、違います。はい、あ、 おバカな話をする。おバカな、はい、そうです、ね、今週のゲストを紹介したいと思います。ザ・フーパーズのフォーローゼズから未来くんとセナくんです。ザ・フーパーズ・フォーローゼズ 2.5 次元イケメン女子グループザ・フーパーズから誕生した初のユニット。今年1月にリリースされたシングルに収録されたユニット曲トワエモアは大好評。今年も全国各地でライブイベントを行う今大活躍中のユニットなんです。それ前来たもんね。そうです、2回目です。2回目、ね、ありがとうございます。未来初めてや。初めましてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女の子やんな2人とも。はい、一応男の子という設定ですか。いや、イケメン女子という設定です。ああ設定というかです。イケメン女子でいいよね、はい、女の子扱いでいいよね、だから別に、はい、今は大丈夫です。今大丈夫。もう照れくさそうにするってことは、うん、もうだから女の子やからしょうがないからね、これは、はい、いいですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ今週は討論会を行いたいと思います。行きましょう。はい、今回はこんなテーマで討論したいと思います。何ですか。もし好きな男がこんな男だったら許せる？許せない？なるほどね。まあ、男性の本音をちょっと聞きたいなってことですよね。要は討論していこうじゃないか。まあ世の中にはいろんな男性がいますよ。いろんなね、性癖持ってたり、いろんなねこれから、まあそのいろんな男性のタイプをね上げていきます、はい、ね、それでもし自分の好きな人がこんな男だったら許せる？許せない？みたいな。ああ、なるほど。いいですか、うん、好きな男性。好きっていうのは前提、ね、好きっていうのはもう前提でございます。なるほど、はいはい、ちなみにリサ先生は理想の男性像ってあるんですか。ありますね。どんな人？尊敬できる人。おー、あー大事。う顔どうでもいい。あー、顔はいいですね。おー、そうなんや。尊敬できれば。愛ある言葉で迷いを断ち切る電話占いマヒナの魂の先導者リサ先生が番組のご意見番を務めます。さあさあさあ行きましょうか、はい、じゃあ、はい、最初の議題はこちら、うん、毎日しつこく LINE してくる男、許せる？許せない？はい、好きな男。許せるという方はこちらへ、はい、許せないという方はこちらへ移動してください。どうぞ。移動、移動、あら、許せる、許せるがこちら、うん、許せないがこちら。 LINE してきてもいい、うん、やだ。しつこくっていうところがキーワードですかね。毎日しつこく、毎日ということでこのようになりました。はいはいはい。お、許せない女子が3人いますね、こちらに。うざい。いや、しつこくって書いてるんで多分うざいんだろうなと。それは好きな男性でも返してないのにめっちゃ来たらちょっと無理、合わないのかなって思っちゃいます。なるほど、そういうことか。趣味は、はい、必要な時に連絡してきてくれたらいいかな。あ、必要な時だけ。はい、あ、なんか結構もうヒヤッとした感じやもんね、趣味は。なんかなんかそんな感じ見えるわ、男性に対してもヒヤッとした感じ。でも自分が必要な時は欲しいです。欲しいでしょ、はい、若ままな女やおや、こうちゃんもそんな毎日しつこく話すことあります？あるある。なるほど。おはようから始まって、ね、おはようから始まるよね。器がないんですかね。あー、なるほど。それを受け止めるだけの小さいっていう、言われてるよ。小さいのじゃないです。先生いいぞ。お、違います。言ったれ言ったれ言ったれよ、しんみは言ってるよ。聞く聞く、なに。ちなみに先生はありな方ですか。ありよ。ありだって先生。愛情だもん。愛情だなんて。パ
き方だよね、はい、そうしつこくっていう、はい、でも好きだからそう、うん、好きな男をベース、うん、うざい男だったら、うん、それはこっちがシカトすればいい話ブロックすればいいんだけど、うん、よくしてるよくしてる好きな男のしつこいラインは耐えれる大好きもう大好きすごい可愛いと思っちゃう、うん、あなるほど、はい、どうした未来どうした未来顔がすごい、まあ、確かになんかその人だけから10件とかってきついと思ってますいやそういうことだよねそういうことだよね毎日10件毎日10件でたまに11件で友達何してるなんか自分だったら好きなことを毎日 LINE はしたいなって思うタイプなんですけど、うんうん、自分がしつこいと思ったか思わないかかなみたいな。でもさこのしつこいなもうやだなっていうのもさもうしつこいねもうこっち側はみんなまあしつこいなっていう方でしょでもそうでしょいつもやってるでしょやってないですけど好きな人だったら毎日来ても絶対嬉しいじゃないですか嬉しいウサキングいけんの全然いけますなんか自分も大好きってなっちゃうんで好きな人にお前そんな怖い感じだったっけ今日なんか人形なんかどうしたの怖いなお前ロリータサコやんかお前それ原宿に芸人のロリータサコ原宿にそう怖いやそんなことないね普段着普段着です、前髪自分で切った切りましたすごい大丈夫なすごいライン大丈夫な許せる全然大丈夫です私自分がめっちゃ好きになっちゃうんですけどまあそうやな多分そうやろな、うんうん、ド M の集まりやねこっちはド M の集まり、うん、そうやろ炭酸水あラムネかラムネちゃんなんかいいねすごいセクシー何ラムネその格好何ちょっとお前ラムネちょ前行ってみろお前それあらそういう俺ビデオ持ってるぞ。動いたら監禁されてるやつ。監禁。大丈夫な？耐えれんの？え、なんで一歩前に出てんの？しかも首かしげてたけど。首かしげてた。え、耐えれる？毎日よ。毎日すごいよ。でも来てても、うん、あの無視すればいい。なるほどお前そういうタイプか一番だよお前そういうタイプお前悪いな悪い意味ひなダメかと思ってた私全然あそういけんのいけます私も一人でバババーって送っちゃうんでスタンプ連打とかすごい送っちゃうんで、100件ぐらい来ててもフフッて愛情と思うのか愛情ですね愛情だよねなんか電話とかでしつこい何しつこいんだけどみたいな言い合いがまた楽しかったり、うん、楽しいかるそう、うん、楽しいしつこいんだけどでもなんかあったすごいって言われてでもしつこいんだけどって言われて男はやっぱりこう勘違いする時あるよねあごめんごめんってもう電話しない方がいいかなとかさうんタイミング的に難しいけどなそれ言い方だけども言い方言い方それでも大丈夫なんや大丈夫ですねでもなんか自分結構ごじる人間なんですけど、うん、なんかごじたつ分かるわらってあの W やりたいね、うん、分かるわいみたいな送っちゃうことがM とか意味が分かんなくなってくるよお前そうなった時になんか、うん訂正で W だけ送ったりするから、うんうんうん、まだだけ、うん、なんかそうなるとやっぱ自分も結構いっちゃうんですよ1回の LINE で、うんうん、結構間違えるな結構間違えるなんか間違えたのにさらに間違えてみたいなのがあってとかもあるから、うん、なんかそういうの普段やってるし、うん、でもやっぱ確かに好きな人だったらなんか来たら来ただけ嬉しいって分かる、うん、考えてる時間、うん、まあでも毎日連絡が欲しいよな、うん、毎日欲しい毎日連絡が欲しいっていうね、うんうんでもね細かい人ほど浮気するっても言いますけどね確かにそうなんですか、うん、いやそうなんで細かい人ほど そうよ自分のねうん、自分は今こうしてますからこうしてますからみたいなそうかそうかそうかでも実際それをしてないというね、ね実際それをしてないという可能性ありますからねご経験あるんですか鋭いまさか自分に返ってくるどっちかというと僕もうしつこくラインする第59回マヨバガールズバトル開幕今月もバトルを繰り広げているのはこちらの8名
上村風子、鬼塚真希、前園ひな、新宮里奈、朝岡浩、湖ラムネ、末広春菜、ミサキング。この激戦区を勝ち上がる4名は一体誰になるのか。来週いよいよ結果発表です。詳細はマヨバカもしくはマシュバラホームページをチェック。ズバリ診断、毎週占い、うちのガールズがすいません。すいません、本当にうちのガヤがすいませんのパクリコーナーでございます。さあ、リサ先生にガールズたちのお悩みを聞いていただきます。リサ先生、辛口のアドバイスよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、リサ先生には風水、生命判断、人相、法医学などを用いて、本当これ総合的にしっかり鑑定していただきますからね、よろしくお願いしますよ。さあ、今悩んでることをガールズのみんなぶつけてください。お願いします。はい、お願いします。どうしようかな。お吸い犬に必ず犬年やからな、聞いてみようか。そう、犬年ですか。聞いてみるよ、ひな。じゃあ行きますか。行ってみようか。よっしゃ、よっしゃ、どうぞ。鑑定開始。お酢が私のこの左足にこう捕まってカクカクするんですよ。わかるわかる。カクカクで、その子だけかなと思ったら違う友達の犬もカクカクしだしてすごい発情されちゃって本当に困ってます。困る、本当に困ってます。お前の色気振りまいてるんじゃんか、犬にも。じゃあ、嗅いでみます。いや、嗅いでみますね犬の匂いじゃ嫌やもん、だってどうしましょう先生これ。はい、まず犬に好かれるっていうことは人間に好かれると同じで、それだけ魅力があるっていうことです。あら、うん、あら、それが出てますね、オーラで。ありがとうございます、うん、そうなんだ。そう、ただ年上男性にはあんまりこう好かれるっていうのは少ないと思いますけど、その後輩とか犬とかっていう子は後輩と犬ですかね。ご迷惑を消して犬ではないですけども一緒にしてないんですが、ただそういうね、下の方にすごい好かれると思います。でもそれだけ魅力があるっていうこと。だから魅力がもし半減した時は犬に入って逆られなくなるっていうことです。なるほど。それぐらい気になる、美しい、魅力があるっていうこと。ありがとうございます。だけど犬に好かれる、ここでね、これからのお仕事上、うん、犬にも好かれるぐらいのやっぱ人間にね、これからなっていった方が発展していくので、ほら、はい、これいいことやね。いいですね。そうよ、うん、はい、なんちゅうこと先生に聞くねんお前は。すいませんね、リサ先生、本当に。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、ハラとアイナの和食でいい女。このコーナーでは私、原アンナとアイナちゃんで毎回東京旗の台にあるお寿司屋さん、寿司秀の大将島田さんにご協力いただいて、和食を美味しく作るポイントをご紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間早速出汁を取ったんで、はい、それを使って、うん、卵は3個黄金の出汁を。黄金の出汁、はい、お酒と、はい、こちらお醤油、お醤油、お砂糖、うん、軽くで、はい、これ甘み引き立ちますから、ね、なるほど、うん、もう美味しい。大丈夫、もう美味しい。卵をつけちゃうからね。おお、ちょっと いい感じ、ね、少しできました、はい、ほう、そうそうそう、完成。出汁ができました。もうね、お出汁の香りがふわって優しい、うん、めっちゃ美味しい。うん、うん、
アメミヤの今日のゲストはダーリンズ。さあというわけで今日のゲスト紹介登場していただきましょう。ダーリンズです。どうも。どうも。どうも。よろしくお願いいたします。お願いします。前回というかね、はい、去年にあの、はい、僕らと、うん松本クラブで、うん、あのネクストブレイク芸人を予想するというところで、うん、あの松倉から名前が挙がったのがアメさんということで、ね、最近でも精力的に新ネタを作ってらっしゃるとか、うん、いろいろ聞きますか。3枚のカードから1枚を選択。そのカードに書かれた内容にダーリンズが挑戦。今回はアメミヤ商法。さあ今日はね、はい、ちょっとカードを引かせていただきます。あ、なるほど。アメミヤ商法。お、アメミヤ商法。うん。アメミヤ商法。もうこれをぜひね、はい二人に勉強していただきたい。ああ、どういうことでしょうか。うん、アメミヤ商法っていうと。自分にしかなんかできないことを作っておくという、それがオリジナルソングだったということですね。例えば、うん小田雄一郎、うん、小田直子夫妻。ご結婚みたいになったら、うん、どうオリジナル作っていくんですか。それはもうアンケートを送って。なるほど。こっち の, そのリサーチするんですか。まあちょっとアンケートを送ってご協力いただいてそれをもとに作る。作詞作曲を。そうだね。鉄板というかね、まあよく使うのは、ねはい、例えば、何さん。小田雄一郎。雄一郎さん。直子さん。運命の出会い果たした二人。ちょっと忘れちゃった。もう果たした二人どうだったの。直子と雄一郎と直子。あ、そうです。雄一郎と直子。雄一郎と直子で。何でもいいっすよ。雄一と直子。まあよく使うやつ。雄一と直子。雄一と直子。だから運命の出会い果たした雄一郎と直子。出会いただのミクシーだけど。みたいな。なるほど。ごめんね、ちょっと今酔っ払っててちょっと。酔っ払ってんのかよ。なやこいつ。どうで変やな思った。なんかもうろれつ回ってねえなと思って。以上、今日のゲストはダーリンズでした。ありがとうございました。目指せマヨバガールズ。マヨトラ研究生大募集。真夜中のおバカ騒ぎのスピンオフ番組マヨバカ虎の穴ではマヨバガールズ研究生を募集しております。成績優秀者は私たちと共演できます。未来のマヨバガールズはテレビの前のあなたで、いやあなた、いやあなたです。詳しくは番組ホームページを検索。続いていきましょうか、はいはいはい、続いての議題はこちら、はいはい、二人の時に赤ちゃん言葉で甘えてくる男、許せる許せない。これ好きな人限定でしょ。はい、ね、好きじゃない人がこうやられたら気持ち悪いですからね。気持ち悪いね。で、許せる方はこちらへ、うん、許せない方はこちらへ移動してください。もうこれ性癖やからな。甘えてくるってことだね。甘えてくる時に許せる許せるはこっち、許せないはこっち、うん、甘えてくる。このようになりました。あ、半々ぐらいですか。そうで、あ、半々だよ。うん、こっちは、あ、オッケー。オッケー。こっち許せる、うん、許せる。まあ、許せそうな人たちやな。え、みんな許せんの。え、なんかこれは自分が、あの、もうおねむなのって相手を赤ちゃんに例える時のやつなのか、なんかもう眠くなっちゃったでちゅーの方なのかにもよりません。どっちもや、どっちもや、どっちも、どっちも、どっちも甘えてるやんか。男が甘えてる。ありです、あり。ある。ちなみにどっち、どっちが多いの。え、言われること、どっちが言われること。え、でも自分は甘やかしたい方です。あ、なるほど、はい、そこを転がしてんの、自分の手のひらで。そういうことです。赤ちゃん言葉でさ、来られたら赤ちゃん言葉で返すわけ。
みんな。時と場合による。時と場合による。あれどんな感じだよ。いや私は時と場合による。お腹つきました。お腹つきました。何食べますかとか、かわいい。ちょっと待って。みんなとか言って。めっちゃかわいい。スウェーデンもそうだ。私は相手が赤ちゃん言葉喋ってきても普通に返すけど、相手のその赤ちゃん言葉に対しては何も拒否反応は出ない。むしろ2人でいる時に甘えてくれるっていうのはもうなんかその素をさらけ出してるっていうか、外でしっかりしてるから、外でしっかりしてくれてれば全然2人でいる時はもうどの状態でも好きな人なら私はオッケー。いいな。そうか、まあ、ラムネがそうやもんな。いや違う。いやそれやラムネ。使わないです。え使わないです。赤ちゃんことを使わんの。使わないです。でも相手が使ってきたらいいんや。大丈夫なんだ。別に何でもいいんですけど、なんか実家で私もなんか変な言葉でずっと喋ってるので。ちょっと待って、状況が読めんのよ。実家で、実家で私も変な言葉でずっと喋ってんの。はい。どんな言葉で。なんか宇宙人みたいな言葉とか。宇宙人の言葉使ってんの。はい。宇宙人か。どんなやつ。宇宙人の言葉教えて。ちょっと宇宙人で、あのお腹空いたって言ってもらっていい。おやややはやや。宇宙人で発見。宇宙人発見。信じてなかったけど。いやお前宇宙人だよな。前降りてきてるやんか宇宙人が。俺宇宙人の仕事してる今。でもそれって通用するんですか相手に。通用するの家族で。はい。お前の一家宇宙人やんか。すごいなお前。こっちはダメ。いや。やっぱ許せない。せない許せない。なんかちょっとキビいなと思って。キビいくら好きで素を見せてくれてるからとはいえ、やっぱなんか急になんか家に入った瞬間もうズッカリキュッキュッみたいな。なんかちょっとなんてなるかなって。なんか普通にそこはなんかお疲れだねくらいでいてほしい。まだおっさんの方がいやーお疲れだくらいだね。ダメ。え、いけそうだけどな。なんか気持ち悪いじゃないですか。お前や気持ち悪い。お前や気持ち悪い今。ダントツで気持ち悪いよ。もう。かわいそうですじゃない。シムヤがダメなんや赤ちゃん言葉は。ダメです。なんか使われと使われそうやけどな。使われてそうな感じしますよね。不安もそう。お前、お前いい加減せよ。お前が赤ちゃん言葉使うくせにやな。使わないです。それってか自分が使うから相手には使ってほしくないってことか。いやでも私は別にあの甘えてもいいかなって思ってるんですけど、なんか男性にはやっぱしっかりした自立した男性でいてほしくって、なんかその赤ちゃん言葉なんかで話されたらなんかこう私のことを例えばなんか女の子として見てるんじゃなくて母親として見てるんじゃないのかって、お母さんじゃないんだぞ私はって思うから嫌ですね。いやもう体型お母さんやで。やめてください。ひどい。いやもう待っててお母さん。その体型待っててもう。リサ先生こっちなんすか。こっち。赤ちゃんこと。だってそれが愛でしょ。うん、ああそうなん。愛です。うん。まあ確かに赤ちゃんに対しての愛やからね。うん、そう。大丈夫でちゅかわ。なんかそういう言葉を使う男性ってどういう人が使いがちなんですかね。うん、赤ちゃん言葉。え、俺みたいな。頑張ってる人。ああ。やっぱり。なるほどね。やっぱ人って人間って緩まないといけないので、やっぱりその緩み方がそれだけ。出ちゃうっていうのはかなりスイッチね張ってるんじゃないかな外でっていう。だからこれ気づいてないケースがあるから言ってほしいよね。もしそうなってたら言ってほしいです。俺が本当 MC 中に急になんかこう赤ちゃん言葉で MC しだしてるとか俺それ言ってほしいでっちゅう。今ですよ。今ですよ。今出てました。今出てましたね。出てましたね。出てましたね。はい。楽しいですねこれ。確かに楽しいな。宇宙人で楽しい、宇宙人語で楽しいっていうのはなんて言うんですかね。うん。本物だ。本物。
本物やな。宇宙人って 何食べるんやろうな。宇宙でですか、うん、石とか宇宙人や石食ってるんで宇宙人ガリ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 宇宙人は石食べるんだ。どうで立派な顎すごい歯もねちゃんとすごいなそれ。さあ討論終了でございます。ゲストの2人いかがでしたでしょうか今回ねこの討論会。セナどうだった。いややっぱ前回に増して濃いなって。なんか今日でも守りに入ってたよね今日あんまり。そうですね、うちから行くのやめようみたいなあったよねちょっとね。そんなことないでちゅそんなことないでちゅそんなことないでちゅ腹立つ。急に可愛い女の子出したこれさあそんなフーパーズの皆さんからお知らせがございます。はい、ザ・フーパーズ・フォー・ローゼズなんですが、2月の18日に、魔剣組フェスというフェスに、出演させていただきます。フォー・ローゼズとしては初の、単独というかフォー・ローゼズとして初めてイベントに出させていただくのでぜひ皆さんよろしければお越しください。そして3月3日にも、ひな祭りの日なんですけどあの大阪の方でちょっとイベントがありまして詳しい情報などは、ぜひ皆さんホームページや SNS をチェックしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ最後ははいガールズ番付の順位付けをお願いします。もうね、はい、これがねいつもなんま悩みますね。そう悩むんですよいつも ね。はいこれ決まりました。はいお願いします。タダーン。ザ・キング頑張ります頑張ります怖いなお前ということで、ご覧結果になりました。来週も頑張りましょう。マヨバカ虎の穴で選ばれた優秀研究生を紹介する原口の穴。今日は何？今日は原口さんの悩みを解決したいと思います。あ、誰が？私が。いや、大丈夫、マヒナに頼むから。え、ちょっとお願いします。いや、いいよいいよ。そうなんとか、ちょっとやりたいのあるんですけど。悩み、悩みって何やろうな。悩みはそうね、もっとこの番組に人気出てほしいんやけどな。それが悩みや。そうですね、僕が原口くんの悩みを解決したいと。今日も本当にノーギャラで来てあのマヨバカだけ俺ノーギャラやんなんでやねんどうするの？誘われたら今日普通にあごめんなさい私はちょっと行く気がないです。そういうつもりじゃなかったっていう。そういうつもりじゃないです。そのラインブロックできる。その後ブロックしないです。多分好きな人だったら気にならないんですけど多分それだったらもう付き合ってるじゃないですか。あなのでやっぱさっき言ってたように俺が真面目なんだよね